どうもお疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義はですね、最新の最強の学習法ですか、最強の学習法ということで動画の方いただきました。これ私もね、 FX でねちょっと例え話をしたいと思いますけども、まあ、FX で成果を出す方ってね、多くはアウトプットができてるんですよ。で、アウトプットを促進するためにシートに補助線を引いて私に送ってくださいとか、あとはね、自分で FX で考えたこととか覚えたことや経験したことを、まあ、誰かに伝える、アウトプットする、もしくは誰も見せなくていいからノートにちょっと書くとかね、ブログやツイッターにこうちょっと記事を書いてみるぐらいのことをしたら、もっともっと頭に入りますよってことをお勧めしております。もちろん人に見せてもいいですし、見せなくてもいいと思いますし、私はね、人に見せるつもりでやった方がいいと思います。私自身の経験ですけども、そうですね、7、8年前ですけど、私が FX を全くのど素人で始めた時って、その瞬間からもうね、自分のトレードっていうのを動画に撮って放送してるんですよ。そうすると、今自分がやってるトレードのポイントはどこかなって考えないと喋れないじゃないですか。そしてどういう方針を持っているのかなってことを決めていかないと喋れないでしょ。で、その後次の動画っていう風に撮っていくときに、前回の考えはどうだったのかってことを振り返って放送の冒頭に入れることにしたんですよ。そうすると、以前やったこととかがあやふやだと思い出せないから、冒頭で言葉に詰まるわけですよね。まあ、ですんで、一つの動画を撮るときに、どんなテーマで FX に取り組んでいたのか、そして前回の取り組みの動画のテーマはどうだったのかってことをね、検証する。それを繰り返していって、だんだん私は FX のレベルが上がったと思うんですよね。もちろん動画の放送のレベルを上げていこうと思うと、やっぱりね、基礎的な概念とか用語っていうのは覚えていかないとアウトプットできませんからね。だから覚えることにもなりますし、テクニカルっていうものがちゃんとチャートから読み取れないと、結局解説もできないわけですよ。だから私は解説のレベルが自分の FX の実績のレベルになるんではないかなと思ってずっとやってきたわけですけども、今ではそれがですね、もうはっきりと分かりましたけども、やっぱりね、人に説明できるレベルで理解している、暗記しているっていうことになってくると、もうこれはね、何よりもの証明だと思いますよね。 FX の実績表をバンと出してしまうってことは簡単なんですけども、詐欺師も同じことやってるんですよ。でも詐欺をしている人でも、喋れないレベルとか理解できないレベルっていうのでコミュニケーションすると、何よりもの証明になりますよね。だから FX の指導者っていうかね、塾をやってる講師の方と私もね、横のつながりっていうのがありまして、その専用のね、なんか月に10万円も払うね、LINE グループってのあるんですよ。で、こちらの方では、嘘でインチキで参加してる人はすぐにいなくなります。なぜなら、お金が儲かってないからお金が払えなくなるか、もしくはお金は払えていてもコミュニケーションのレベルが全然違うから、もうね、登場できなくなるんですよ。そういう意味で、やっぱりね、私はね、実際に FX で稼いでる人、稼いでない人、FX ができる人、できない人っていると思いますけども、もう5分か10分喋ったらもう分かりますね、これはね。その人のレベルが分かります。うん、これはね、いろんな、この業界でも同じようなことが言えますけども、例えばね、空手とか柔道っていうのがありますけども、いかに黒帯を締めてようと、その、試合をするために対面するじゃないですか。道着の着こなしとか、それから立ち振る舞いだけで、もう技を見なくても、もう目を見ただけで分かるって言いますけど、まさにその通りですよ。まあそういうふうなところで人のレベルが測れない人っていうのは、まあまだまだ素人だっていうことも言えますけどね。うん、まあ私に言わせれば、そのトレードのね、画面をいっぱい持ってるとかね、なんかトレーダールームがあるとかね、そういった格好で発信してる人とかもいるのかもしれません。見たことないですけどね。うん、まあそういう人はそれっぽく見えるけども、いや、そうじゃないんだな、というところですよね。だからやっぱりちょっとね、ちょっとテクニカルの話とかしてみたらもうわかりますよね。これはね。はい。で、今日のテーマ、最強の学習法なんですけども、アウトプットをするってことなんですよ、要するに。アウトプットの質とレベルが、すなわち自分の、頭の中のレベルだっていうふうに考えていけば、騙されることはもうないんじゃないかなと思います。はい、じゃあ今回は以上です。